おすすめの資格とかってありますかっていうところで、でここに関して言うと、もう本当、資格、時間の無駄なのでやらない方がいいですね。で、なんでかっていうと、まあ、僕自身、マーケティングの仕事ずっとやってきたから分かるんですけど、例えば、じゃあ、どっかの会社で、こう、まあ、僕はフリーランスとして、フリーランスのマーケターとして、で、企業さんにこう出向いていって、まあ、コンサルティングみたいな仕事をやったりするんですけど、その時に、まあ、最初仕事をいただくわけじゃないですか。で、仕事をいただく時に、相手の会社さんから、資格持ってますかとかって、もう聞かれたこと一回もないですからね。で、多分今後も聞かれることなくて、じゃあ、資格の代わりに何が必要かっていうと、まあ、それがもう結論実績ですね。で、まあ、本当自慢みたいになっちゃって申し訳ないんですけど、僕の場合じゃなんで仕事が取れるかっていうと、ブログとか SNS、YouTube でちゃんと数値的な結果を出してるからですね。で、この結果っていうのを出すことはできる、出すこと、まあ、その、爆裂に出さなくてもいいんですけど、例えばブログだったら、PV1 万とか、YouTube だったら、3000人のチャンネル登録とか、あと SNS だったら、まあ、5000人ですね、のフォロワーとか、まあ、これぐらいっていうのを達成すれば、仕事ってもう山ほどあります。っていう感じなので、資格勉強するよりも、その、渾身の1ツイートするとか、渾身のブログ記事を書くとか、まあ、そっちに時間割いた方がめちゃくちゃ有益ですね。僕のチャンネルは基本的に稼ぐというテーマにおいて発信をしています。で、もし、今後収入を伸ばしたいとか、もっとなんか人生のないと下げていきたいみたいな、まあ、そういう方がいたら、チャンネル登録しておいていただけると、もちろんその全部の動画を見ようとかっていう、そういう風に言うわけじゃなくて、この動画の内容ちょっと気になるなとか、この、なんていうんですか、内容って自分あんまり理解してなさそうだなみたいな、そういう動画が流れてきたら、ぜひ移動中とかに聞いてもらえると嬉しいです。で、聞いてもらいつつ、かつそのまま行動を実行していくと、多分収入とか、あと、まあ、会社で出世するとかもそうだと思うんですけど、またフリーランスとして独立して稼いでいくとか、まあ、そのあたりの知識っていうのはもう確実にこうアップデートされていくと思います。なので、もしよかったらチャンネル登録しておいてもらって、見ていただけると嬉しいです。